アイテム番号、SCP-655JP、オブジェクトクラス、ユークリッド、特別収容プロトコル。SCP-655JP は生物サイト、8102の中型生物収容室に5匹ずつ収容されます。20メートルを超える個体は大型収容室で実験、観察した後収容します。収容プロトコル、屋根より高い。に順次、定期的に捕獲を実施します。SCP-655JP の個体数を維持するため養殖を行いますが、収容室の不足のため飽和した個体は収容させてください。収容プロトコル、屋根より高い。概要。SCP-655JP は孫い、シプリヌス・カーピオの生態とおおよそ一致しますが、その特性上活動範囲が広範で一定の縄張りを持ちません。個体群を調査する試みは失敗に終わりました。非常に認識能力が低く、個体の識別は大体の大きさと色の違いで行います。基本的に黒色の有の個体のみ存在しますが、5月上旬頃に全個体のうちのごく少数が変色し性転換します。この現象により SCP-655JP は繁殖を行うことが可能になります。繁殖の際、本来の生息地を離れ一般家屋の屋根に集まり、メスとなった個体へ求愛行動としてより大きな屋根に誘い込む習性があります。この習性と収集員の文献の記述をもとに、偽装イベント 655A が作成されました。繁殖期と同時期の単語の節句の催しの一つに、SCP-655JP を模した吹き流し、以下 SCP-655JP-A と呼称を捕獲用の棒につけて各民家に立てかけ子供の成長を祝うという。現在、鯉のぼりとして知られているものの原型を全国に普及させました。様々な色の SCP-655JP-A によって、SCP-655JP をおびき寄せることに成功しています。各地のフィールドエージェントは発見次第捕獲要員に報告し、カバーストーリー、飛んでいったお父さん、を実行してください。説明。SCP-655JP は孫い、シプリヌス・カーピオに類似した生物です。大きさは通常の個体と異なり大きいもので50メートル、小さいもので3センチメートルの個体が確認されています。SCP-655JP 白内流を浮遊し、水中での呼吸を必要としません。現在財団では、匹の個体を収容中です。以前は収集員がこのオブジェクトを管理していましたが、収集員が財団に吸収されて以来このオブジェクトは財団に委託されました。江戸時代の SCP-655JP 捕獲の様子。収集員の保持していた文献によると SCP-655JP は江戸中期にその存在が確認されており、当時の人々によって乱獲されていたようです。捕獲方法に関する文献には下記の通りに記されています。約10メートルの棒に紐と餌をつけ、地面に立てかける。獲物、SCP-655JP がかかればゆっくり下ろす。SCP-655JP の口腔内には弁が存在しこの捕獲方法は有効です。SCP-655JP の皮を捕獲用の棒で乾燥させ、布のように取り扱う文化も存在していました。収集員の吸収当時から乱獲により個体数が極めて少なく、すでにその存在は人々には記憶されていませんでした。財団は上記の文化から着想を得て収容プロトコル、屋根より高い、を発令、現在国民に周知されている、鯉のぼり、を全国に普及し、江戸中期からある文化だと文献を改ざんしました。ほい。収容プロトコル、屋根より高い、が功を奏し財団施設以外での繁殖行動はほぼ未然に塞がれています。現在神取博士の提言により住宅地以外での未発見の SCP-655JP を捕獲する試みが進行中です。日本各地の山の中に SCP-655JP-A を設置し、強化体制を取ります。おそらくすべての SCP-655JP を回収しました。
個体の性転換には決まった割合が存在し、ユーとメスの比率が常に、対1であることが研究の結果判明しました。SCP-655JP-A は普及されたままです。